なんかこれおかしい。ちょっと待ってね、みんな、あ、待って、これコメントが読めない、なんでだ。ちょっと待ってくださいね、これコメント、え、コメント読めない、ちょっと待って、猫のスマホで見よう、ちょいお待ちをください。あ、どこにあるんだろう。ねえ、なんかコメントが見れない。対処法、なんかちょっと壇上に、なんか対処法あって、なんで、もう一回やり直して、一旦終了して後で やってもなんでだ。なんかコメントが、なんかてかいつもと画面が違う。でもね、ちょっとみんなのさ、あのこの壇上のさところのさ、やつな見えるんだ今。なんか今ちょっと見えた。なんでだ。ちょっと待ってね。あの3分内に戻ってくるんで、ちょっと3分間暇つぶしといてください。スマホを獲得してきました。ちょっと待って、なんかコメントが見れない。ちなみに今日は15分で終わろうと思います。あ、よし、来たよ。来た。あのスマホでコメント読みます、はい、そう、なんかしりとりしようとしてるお方もいますがあ、でもこれ最初の方のコメント読めないな。ギフト、ギフトも最初の方読めないかも。あ、チャイチャイ、なんでこれ読めないんだろう。いつもと画面が違ったよね。うん、15分で終わります。そう、今日はハロウィンです。急に、今日はハロウィンです。ちょっとさ、今部屋が究極にゴミ屋敷すぎるから、そう、あのちょっと狭くなっちゃってさ、今マジで、あのマジでやばいんだよね、ここら辺今。そう、あのやばいんですよ、結構ガチめに部屋の中が。あのだから、はい、
ちょ、場所が違う。で、昨日も同じ場所だったの。片付けたいな。でなんかめっちゃ、ちょっとさ、ちょっと、ま、ちょっとあのこれ傾けたらどうにかなるかな。ちょっと待ってね。あ、来た来た、よかった。見れる見れるわ。あ、見れる見れる見れる。あ、いけたよ、いけた。あ、よかった。じゃあ最初の方から読みたいと思います。過去の回の、いやそう、そう、今日ハロウィンなんで、今日も5時、ハロウィンです。さあ、なんかヘルシアさんさ、あのさ、なんていうの、焦ってる。あ面白い。じゃあ見ないであげます。やだね、私やめたいんだね。なんかヘルシアさんのだけ見ないわ。端末回転したいけど、昨日もね、楽しかったよ。そう、ありがとうございました、昨日は。あ、でもそんなに大丈夫。お菓子もらえた。お菓子は昨日オンラインの時に会ってもらいました。私何もあげてなくてさ、なんか困った。お菓子ください。お菓子ないな。私の家マジで今マシュマロしかない。マシュマロしかない。コメント直りました。えーってお菓子はもらえてないんでですね。お菓子食べ過ぎて頭がおかしくない。ダジャレやん。自習が、ね、あの、なんでマシュマロが買おうと思ったかは、マシュマロトーストが食べたくて、そう、マシュマロトースト食べたくて、あのマシュマロトーストっていうのは、トースターでマシュマロをパンの上にして、そうやるやつ、あれ美味しくて、最近あのスーパーに売ってあるから、そこのスーパー行ったら買うんですよ、マシュマロ。久しぶりに買ったり、我が家のジェネで最近おかしくなりそうだね。そう、マシュマロトーストめっちゃ美味しいんだよね。今日眼科行ったら看護師からお菓子も、あら、もらっちゃった。私今日誰にももらってないな。
HKT 超絶おじさんありがとうございます。ヤシタンさんありがとうございます。コーンさんありがとうございます。スノさんありがとうございます。ナルセ響さんありがとうございます。アロイン、お会いする会社の姉さんもまた、やだ、なんか悲しくなるから、そういうの言われると悲しくなっちゃうから。お菓子ね、お菓子食べてもないしもらえてもない、なんかね。でも昨日やっぱもらったから、そう、なんかゆいなにグミと、いくまじゃない、誰だっけ、ひなに、ひなにキットカットもらって、そうそう、はんちゃんにもらって、あ、そう、ゆうきさんにももらった、なんか、ゆうきさんにもらって、やばい、マジで。なんかでも結構みん、昨日ね、みんな、あれ、学校の友達とかみんな、何人かで集まって、なんかお菓子パーティーみたいなさ、してたらしくて、なんそれって思いながらさ、私、誘われてないんですけど、って思いながら。昔はだから、マジで部屋汚い、どうしよう、どうしよう、お菓子じゃない、お部屋汚い、片付けながら話すわ。泣いてもいいんやでってさ。そう、なんかさ、やっぱさ、なんか学校の子たちさ、数人で話してるのにさ、私誘われてないっていうさのもさ、が一番きついかもしれんけど、でもなんかまあいいんですよ、私は昨日6期生と一緒にいたからいいんです。もうお掃除ロボットとか、私の家お掃除ロボットあるんですよ、けど多分今の状態だったらマジでずっとゴゴゴゴゴゴゴ言って、なんか壊れそう。なんかさ、でもたまにさびっくりする、なんかね、たまに洗面所とか行ったら来るんですよ、なんかで、それに気づかなかった時に、そう、なんか足に急にボーンってきて、うん、びっくりって感じ。片付け配置始めていいね、マジお片付けさせてください、マジで汚すぎる。昨日さ、ノートのまとめとかさ結構してたんで、そう、ノートのまとめしてたから、なんかしかも今さっきなんか筆箱の中さブッシャーってなっちゃってさ、余計に汚い。音で気づくはずなんだけど、爆音でなんか音楽聴いてたから気づかなかったんだろうね、きっと。87日目、ちょっと待ってね、今日15分予定だったけど、とりあえずお部屋片付けてから
部屋片付けてから終わるから、それまでなんかコメント適当に読んどく。あって、最悪、ちょっと待って、あっちにある、ちょっと待って、足で、あの悲劇が起きました、ちょっと待って、あら、あ、来た、塗りを開けっぱにしてたら、蓋をあの閉めなくて、開けっぱにしてたら塗りが乾燥してました。私のスティック塗り、87日目です。今日が、で私の片付けるっていうのは、あのとりあえず机の上に床に散らばっているものを机の上に置くっていうことなんです。片付け、まあ床をきれいにする作業、そこまで違うかね。でも結構ガチめに今汚い。なんかさ、今机を、私勉強机で机しない人で、あのなんかちょっと今さ勉強机もあって、追加でまたこのさ、この三脚置いた机も置いてるからあれなんですよね。部屋が狭く見えるの。なんかしかもベッドの下にめっちゃ落ちてる。何でその違いかな。それはあれです、あの昨日ノートのまとめとかを頑張ってしてたから、やった、トリマいけた、トリマいけたのでランキングを用意します。13位森翔さんありがとうございます。12位おたまちゃんさんありがとうございます。11位ただのさかなさんありがとうございます。10位さたんさんありがとうございます。9位ぶたぶたさんありがとうございます。8位まさひろくんさんありがとうございます。7位しんさんありがとうございます。6位かべちょうさんありがとうございます。5位クロマティさんありがとうございます。4位にかさんありがとうございます。3位ピッシュさんありがとうございます。2位三角さんありがとうございます。1位なすひゆきさんありがとうございます。そう、もう終わりました、終わりましたね。ランキングも読みました。勉強、そう、明日は朝します。きっと。じゃあありがとうございました。